はい、どうも、トラ吉の無課金覇王ロード12球団編です。今日でログインが、380日目ですね。はい、現在、2020年12月22日の17時11分なんですけども、今回はですね、 A ランク1チーム契約書、これがですね3枚あったと思うんですね。はい、1枚2枚3枚ですね。はい、これを開封した後に、S ランク1チームミキサーをね1回だけやろうかなと思ってます。まあ、このアカウント、12球団編なんですけども、12球団で選手集めながら純正はソフトバンク組んでますんで、純正ソフトバンクの強化を図っていきたいなと思ってます。はい、その前にプロスピオは俺だなんですけども、あと21時間と47分あるんですけども、現在までの累計対決ポイントが17万845ということで、まあ、累計はねもうとっくに終わってるんですけども、このランダムボックス行ってますけども、今のところ A ランク契約書1枚、あと契約書でいうと B ランク系の契約書が何枚か来たかなっていうぐらいですね。 A ランク自身の契約書とかは来てないですね。ゴールド契約書も、はい、まあ、エナジーとか試練チケットとかこの辺スカウトポイントコインと来てますけども、まあ、パネルチャレンジとかでね結構エナジー返ってきてますんで、まあ、エナジーもう終わらずにね、累計終わってからはエナジー終わらずに、やってるんで、エナジー増えながら、まあ、ランダムボックス、やっていってるかなという感じですね。はい、パネルチャレンジでも、まあ、そこそこエナジーも返ってきますんで良かったかなと思ってます。はい、この毎日タカちゃんチャレンジはもう全部終わってます。はい、こういう感じですね。はい、まあ、あと21時間ですか、22時間近くありますんでね、まあ、もうちょっとやって、A ランク自治務契約書でも出ればなと思ってます。はい、それではですね、 A ランク自治務契約書、3枚開封しますんで、一応欲しい選手の確認しておきます。ソフトバンクでいきますね。一番欲しいのが、周東選手、石川選手、高橋選手。周東選手と石川選手は、シリーズ2の S ランクを持ってまして、極めではないので、ね、欲しいなと思ってます。あと高橋礼選手はシリーズ1の S ランクを持ってて、極めではないので欲しいなと思います。はい、あとは、まあ、栗原選手ですね。栗原選手は S ランクは持ってないんですけど、A ランクまだ3枚しかありませんのでね、ちょっと S ランク来た時用に5枚は置いておきたいなと思ってます。はい、栗原選手、周東選手、石川選手、高橋礼選手、この4名狙いでいきたいなと思います。はい、それでは A ランク自チーム契約書3枚いきますね。取るかな、1枚、あと下でしたね、2枚3枚ですね。はい、周東選手、石川選手、高橋礼選手と栗原選手ですね。この4名のうちの誰か来てほしいです。いきます、 A ランク自チーム契約書3枚お願いします。来てくれ、来い。さあ、1人ぐらい来てほしい、せめて。さあ誰。おー、今宮選手はもう6枚持ってますね。 S ランクを持ってないんですけどね。さっき言うた4人来てほしいです。来い、周東選手来た。よし、これでシリーズ2トッツ2かな。はい、 A ランク2枚ですね。はい、最後、周東選手、石川選手、高橋礼選手、栗原選手、来てくれ。中村晃選手はねめっちゃ持ってますね。もうシリーズ2の S ランクを極みで持ってまして、称号もつけてますね。はい、まあまあ、でも、周東選手1枚来ましたんで、これは良かったかなと思います。はい、もうちょっと欲しかったな。はい、それでは、S ランク自治ミキサー行きたいんで、1回だけなんですけどね、ちょっとやりたいなと思います。欲しい選手の確認しておきます。一番欲しいのが東浜選手と甲斐選手ですね。まあ、甲斐選手はまあ、純正ソフトバンク純正組んでるんですけども、片手間とはいえ純正組んでるんですけど、このキャッチャーだけが A ランクですんで、ぜひ来てほしいなと思います。 A ランクはレベルマックスで7枚8枚用意してますんで、来てほしいです。あと東山選手も S ランク自体持ってませんので、A ランクはレベルマックスで6枚ありますんでね、この2名が一番狙いかなと思います。あとはまあ栗原選手は S ランク自体持ってなくて、A ランク3枚で、森選手、高橋礼選手、松田選手、加山選手、柳田選手はシリーズ1持ってますんでね、まあ、できれば栗原選手、東浜選手、甲斐選手、まあ、この3名来てくれると一番嬉しいかなと思います。はい、それでは
S ランク自重ミキサー行きたいなと思います。1回だけなんですけどね、はい、もう来てほしいなと思います。こう行きましょうか。はい、この5名で行きたいなと思います。東浜選手、甲斐選手、栗原選手が一番欲しいです。行きます。 S ランク自重ミキサー1回だけお願いします。来てくれ、来い。さあ、栗原選手、東浜選手、甲斐選手、頼む、来い。さあ誰、おっしゃ、おっしゃ来た。やっとこれでね、ソフトバンクの純正に全部 S ランクになります。オール S になります。いや、甲斐選手来た、もうやっと来ましたわ。もうずっとね、甲斐選手来なかったんですけども、いやー、 A ランクもレベルマックスで 7,8 枚持ってますんでね、これは嬉しい、ありがとうございます。いや、狙い通りです。一番欲しかったですね、なんなら。はい、いや、よかった、これはやりましたね。はい、ちょっと一応確認しておきます、能力の方で。いや、念願叶いましたわ、よかった、来ました。守備が保守 B、 弾道中弾道、ミート65、パワー72、走力74ということで、まあ一応称号もつけれますんでね、まあちょっと、まあもうちょっと強くできるかなと思ってます。はい、もう守備はね、もう型は91の S ですから。いやー、もうよかった、もうやっと来てくれました念願の甲斐選手。はい、もうこれは最高ですね。はい、よかったです。今回こんな感じですね。 A ランク自重ミキサーで、A ランク自重契約書でね、周東選手、そして S ランク自重ミキサー1回だけあって、欲しかった甲斐選手切ってくれましたんで、これはもう非常に嬉しいですね。はい、もうこれでだいぶソフトバンク純正強化できたかなと思います。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金ハオーロード12球団編でした。